番綺麗な色ってなんだろう、一番光ってるものってなんだろう、僕は探してた最高のギフト、君が喜んだ姿をイメージしながら、本当の自分を見つけたいって言うけど、生まれた意味を知りたいって言うけど、僕の両手がそれを渡すと、きっと謎が解けるといいな。沙織、徹ちゃん、結婚おめでとう。おめでとう。今日の日を迎えられて本当に嬉しくホッとしています。優しくて素敵なトールちゃんと巡り合って本当に良かったね。可愛い青くんも無事に生まれて、沙織は一人っ子で寂しい思いをしたと思うので、二人三人と授かるといいね。幸せやね。この幸せがずっと続くことを願っています。沙織が幸せだとお母さんも幸せです。本当に生まれてきてくれてありがとう。誰かが待ってる、君はふざけてまたみんな笑ってる、一つ一つどれもたわいない、でもいろいろあっても温かい、みんなでできることを足し算すればもう何も怖くないさ、時が経っても遠く離れてもずっと変わらない僕らかけがえない友さ、もし君が辛い時すぐそばにいつも同じ仲間たち、何もないように振る舞うから決して一人
ちって思ってる。辛い時は何でも話してよ。いいことばかりじゃない。